御殿場市にある秩父の宮記念公園では樹齢130年以上のしだれ桜が満開を迎えています。秩父の宮記念公園のおよそ1万8000坪の敷地ではしだれ桜やソメイヨシノ、ピンク色が濃いナデン桜など10種類の桜を楽しめます。1723年に建てられたかやぶきの母屋に寄り添うように咲くしだれ桜は圧巻の美しさで、ガラス窓に映る姿も風情があります。ゆったりとしてて、あのお花もたくさん咲いていて、とっても綺麗です。心が洗われるっていうかね、いい気持ちにはさせていただきます。秩父宮記念公園の桜の見ごろはあと数日と見られます。